ありがとうございますね変な感じでね<ー>あのねオープニングが違うからうね,ね<え>なんか六時代っていうのも私たちやったことがないもんですから、うん、これからはもういろんなおっぱいチンチンの話ができるってわけでございます、ね、ありがとうございますそうですね本当に嬉しねだから。 このオリジンチャップルで聞いてくれた方もそのままスライドして聞いてくれてるのかなねぇどうなんですかねちょツイキャスの反応も見てみましょうか、うん、はいその前に今ラジオでお聞きの皆さんにもお知らせです、はい、で、オリジンアワーはツイキャスでも配信しておりますはいツイキャスで FM なはと検索していただきますと今流れているこの放送が映像付きで見れちゃいますああ見てるーあ見てる見てるーあ見てるな <laughs> <laughs> してんのか捨てるのか家から出んなよ <laughs> 出んなよなるべくね見ていただいてるのでしょうかコメントもできますのでぜひ、うん コメントもしながら私たちと一緒に楽しんでいただけたらと思いますお願いします特産来てますねね嬉しいう笑い彼女のヒカロバーさんはアワーになっても一番にコメントね引き続きね、ありがとうございます新月よりリアワーの鈴川サーキットの沢木、ママさん、鈴ちゃん、こんばんはとありがとうございますありがとうございますカチさんもこんばんはにとありがとうございますありがとうございますメルボールリーダーさん、こんばんは今週もよろしくお願いしますえ万代さんもこんばんはイサさんもこんばんよルカさんもはいさおヒサ、オヒサ、オヒ 久しぶりっすねありがとうございます、うん、ええー、万代さんからいやこの時間も NG でしょう冷静なお配信する話ですか <laughs> ダメなんですかあ、ダメなんだ割とやってる人多いけどあ<か>そうよねだから、うん、まあいろんなさ、今まで 先輩方がやってきたオリジンアワーを引き継ぐ形になったわけじゃないですか、うん、そうね下手なトークはできないぞとは思ってるわけよそうなのそうだろう <laughs> そうプレッシャーだっけよ一応ああそっかなんだろうな かといって今までプレッシャーに感じすぎて今までみたいに自由にさ、うん、しゃれなくなるのは嫌だし浮船はやりやすかったはずよ <laughs> 鈴川サーキットの後だから <laughs> 引き継いだのがあれ以上は下がらんでしょうね。 楽にやっていただけたと思いますけども、<laughs> 皆さんも浮き船のオリジンチャンプルから聞いていただいてますかね？ねえ、うん、だったら嬉しいけどもね。よろしくお願いいたします。そうですね。ええー。<laughs> あ、思えばベンビーさんが一人でやってたよね月曜。そう。ん？ベンビーさん始まりは月曜日じゃん。ベンビーさん一人でやってたぞ。あ、そうなの？昔。そ,そ,そうそう。<昔>うん。え？だっ,かなだった？キャッチコピー、ゲームもプライベートも一人者だったかな <laughs> エビジベンビー <laughs> みたいな、ああ、歌った確か、確か、相当前だよ、10年後ぐらい、そう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 、えー、そうの時は確かベンビーさんが一人でやって、で、その後とに、うんまあ、キャンさんが入ったりとかして、ああ、なるほどねで今す、私とベンビーさんとデコりンさんの3人体制になってるっていう感じなのかな、うんあーそういうさ、<laughs> 長い長い歴史を持ったこの枠をお預かりさせていただいてますけでございますよ <laughs> はーあーねー大変なってる本当に大変や孔子…孔子こもごも独り者かはいはいはい孔子こもごも独り者かよく覚えてますねまたファンの方もねたくさんいらっしゃいますからねーウキフレさん新月オリジンチャンプル緊張していましたもんねまあでもね初…二人で初… 二人初番組だし、ね、生放送も初じゃないかな。あ、そうなんだ。いや、具合わかんないよ。そうよ。どっちが引っ張るとかも決め決めてからやってんのかな。ああ、どうだろうみたいな。ねえ。かももしかも何も考えずに。でもやっぱ自然にそうなるんじゃない？すずたちもね、うん、自然にもう誰ねサーキーがメインでみたいな感じ。うん うん、2>, 2人回しきれないけど比較的マシだったのが私だったから回してるみたいな感じだけど <laughs> 本当は私も回されたいんだよ <laughs> あそうなのそうそう誰かに<ー>本当は誰かにさなんか話振ってもらったりとかさ、うん、じゃあ次はこのコーナー行きましょうとかやってほしいんだよあそうなんだそうそうそうただ鈴先にはあと1人お前しかいない <laughs> <laughs> あとお前しかいないからもうじゃしょうがないからやるよみたいな <laughs> って感じでももうここまで来てしまってるわけだけど。なるほどね。本当に本当できる人にやってほしいんだよお前は。あでもじゃあベンビーさんとかがね、前はえなんていうの？メインでやってたから。あでもなベンビーさんも結構ねボケるからね。最近あのボケのさフィルターガバガバだから。最近思ったこと何でも口に出しちゃう。 そうなんだ、うん、だから私が回した方が生き生きとしてる感じは<か>回してるつもりはないけど全然。<laughs> なるほどね <laughs> じゃあやっぱサーキーが自然にねなっちゃうんだ。なるというかね、うん、させてもらって。 なんか FEC さんがいるときとかもねサーキーが止め役に入ることも多いじゃん、うん、FEC はもう全員前に出てボケれっていう授業を行ってるので <laughs> そういう教えをされてるんで、ねうんね、誰かが止めるって時は大体オリジンが止めてるなおちーさんいた時はどんなでしたか あおちんさん行った時のオリジンチャンプル時代誰が回してた問題だったら私かないやもうさあきだったよ、ね、CM 振りとか言ってたのは私だったような気がするけど、うん、あんまり覚えてないんだよなうーん当時のことに結構もう時間も経ってしまってるしさなんか本当に一番最初はみんな探り探りだったけど探り探りだったね結構もうすぐね、うん、馴染んだよねなんとなくこれこの人はこの役割この人はこの役割、うん、私が、うん、まあ このミキサーとか触りながらね、うん、CM 振ったりとか誰かに話振ったりとかする回し役ねっていう,う話はそうするの決まってなおちん、うん、さんはじゃあそのボケとかに受け身に、うん、受け身の感じになってから話してくださいねみたいなすず、うん、自由にしてていいよっ,って言って笑ってるだけ。<laughs> <laughs> <も> <laughs> すごく助かるからね。あ <laughs> そう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 でもナオチンさんもねめちゃめちゃもう絡みやすかったから。あそうだな。助かったんだよね。年は上の方ではありましたけども。そう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 。うありがたいですよ。私もね昔はね水曜日のオリジャンはやってましたけどね。あチャンヒビさんとケイジャージさんのあもう恐ろしいおもろしもう本当に伝説の三 <laughs> 人だよな。 あ聞いてましたよ<う>私毎回毎回聞いてましたもう水曜日はもう毎日お腹痛いよもう <laughs> <laughs> 今日も水曜日来た <laughs> <laughs> 水曜日来たらお腹になる体になったら相当これフラストレーション感じてんだろうな <laughs> <laughs>

変わったっていう感じ、あんまりやっぱないんだよな。まあ時間帯ぐらいだからな。一、うん、時間を、ね、遅くなったっていうだけでさ。うん でも今日は、うん、あれはちょっとやろうかなと思ってますなんですかえー、先週もやりましたけども、うん、スーズにニュース原稿を読ませてみようやってましたね、なんかやってました先週の生放送聞いた方もいらっしゃいますかね <laughs> もうスーズがニュース原稿を読んでみようっていうことを、うん、なんとなく思いつきでやってみたんですけど、うん、なんかね、すごかったね、漢字が読めなす,すぎて <laughs> レジにトド通るとか <laughs> じゃの説明が全然うまくいかんかったりか。なんかさ、みんなさ、意外とスラスラ読めるんだとか言ってたさ。うん,うん。どんだけ読めないと思われてんのと思って、<laughs> スラスラは読めます。まあまあ、まあ、少なくとも日本人だと思われてないよね。<laughs> そうです。もう日本人です。だ一応記事読むだけであるんだけど、うん、ニュース原稿って結構難しかったりするから、うん、まあ企画的簡単なものを。確かにね。で、私があのスズが読んだ記事。 を聞いてどう思ったか、うん、コメンテーター役するんで、うん、はいはいスーズーには CM 明けにでもちょっとニュースを読んでいただこう <laughs>、まあ、ニュースごっこみたいな感じですかねそうだね <laughs> <laughs> ニごっこにおつづお付き合いいただければと思いますはいイッさんはいスーズーが原稿を読むと普通に漫才になっちゃう <laughs> なんでめっちゃ真剣に読んでたよ真剣に読んでるけどな ボケに聞こえるんだよな。ええー、なんかちゃんとニュースキャスターっぽくやっててよちゃんと。<laughs> じゃあね次のニュースですとかちゃんとね綺麗、うん、に言ってたから。こんばんはとか <laughs> こんばんは大事よもう <laughs> みんな言うさ <laughs> <laughs> 一番最初なんだ。一番最初。一番最初のこんばんはから入って <laughs> <laughs> いいですね。あはいなので週末にちょっとね楽しんでいこうかなと思います。うん、そうはい。ちょっと世の中が大変になってますが。宝よ。 皆さんいかがお過ごしですかねえまた今日もよ沖縄うん、今日もまた六ね今二十三人になっちゃいましたけどねあとはハイアバルのイオンですかうん十両の方が感染見つかってまあイオンのこの営業が自粛うん臨時休業そうだねねだから行っても空いてませんよっていうね今日からだった閉まるのじゃない今日からじゃないかねえどうなったかなちょっとさっきちらっとタイトルだけ見たからうん 詳ししくははうううんんじゃないいでですけども<え>とうとうここまま来ててっったっていう感じはあるよねだから <laughs> あのー、何日前かなツイッターでも書いたの4日前ぐらいに、うん、沖縄の市中,か市中感染、まあ、街中での感染の可能性が高くなりましたよっていうのをデニーさんが言ってたから「うん、て言ってるよみんなマジで外出控えよう」うって、うん、ツイッターであげたんだけどねやっぱりいまだに。 と響いてないというか、自分は大丈夫って思って。だからよ、いいのかなっていう感じもね。ね本当にもう、だから、すずも、あの、シーミーもさ、うん、本当は日曜日だったわけよ、昨日。うん、で、普通にお父さんも、あの、もう集まるの好きだから、まあ、そうだな。もう、いいよ、大丈夫とか言ってたけど、もう、すずめっちゃ怒ったわけ、もう。うん やっぱ大事だから、ね、大事だから喧嘩してでも絶対させないよって言って集まるのがだめだから<ー>大丈夫も今年ぐらいやらなくてもあ<ー>あの先祖も来んなって言ってるよ。むしろな今年、ウッドを通したら来年、あんたなんかウッドとされるがになるかもしれないさ。<laughs> そうだからうちはやらなかったですもん。あい判断だと思います、うん。もうなんか家族だけで、もうどうしても行きたいんだったら、うん、なんか時間ずらして一家族ずつお墓参り行ったらいいさーって言ったんだけど。ね、家族。神無全員が用意どんで集まるようない。そうそう,そう,そう,そうだから、うん、あの芝居太郎お母さんも言ってると言ってる通りに、シーミーは来年もできるから。そう。 いつでもできるいつでもできる今じゃないといけないってことはないし先祖側も来られて死なれたらアファーさ。ていうか絶対みんな集まりたいだけだからね理由をつけて集まりたいっていうのはもちろんあると思いますよそうだからおお家家ででやややりりままししたたちゃんととろうねいいいい判判判断断断だだから今飲み会とか遊びに行く予定がある人に聞きたいんだけど予定君だから行きたいっていう気持ちはすごくわかるんだけど。 今、友達に会うのか、うん、今、友達に会ってこの友達と一生会えなくなるのか、うん、来年会ってずっと会い続けるのどっちがいいって思うわけよ本当に,本当にもうだからさなんすずももうめちゃめちゃもういろいろやっててうん、うん、であののー、なんだっけその大丈夫よって思ってる人たちに説明するの超むずくてわかる<ー>自分が一生懸命言ってても 響いてないからい全然。だって自分が大丈夫やって思ってんだから。だからよ。だからこっちの。 言言葉何言ってもも大丈夫よよようううで返されるからもうどうしようもないよな、ね、疲れるよねもうね一回なってみちゃってだからさもうあんたたちだけなってって思うけどさそそそそううううでもみんなに迷惑がかかるから、ね、周りにまたうつる感染力が高いからそうも言ってられないそうそうだったらなったらいいさとも言えないからねだ、うんうん、からなるべく、まあ、毎年やってるシーミとかさか行事とかあるのも分かる決まってるのも分かる楽しみにしてたのも分かるんだけど、うんうん、来年もできるからそうよまずは 私たちが今さ一番重要にするのはさ自分が生きることだと思う本当に本当に本当に自分が生きるためにどうしたらいいかってなったらやっぱり感染する可能性が高いところには行かないうんご先祖様そう言ってる大丈夫後から来いそってる本当に本当とにメロボロリーダーさんはい飲み会も w i f i を使って乾杯をうんうん 飲み会とかわざわざ集まらなくても、うん、ネットワーク環境使ったら、うん、フェイスタイムとかでしゃべれるし<ー>顔を見てから飲むこともできんじゃんはいはい確かにねでもそれ知ればいいんじゃねって思ってうん確かにうん要は要はそうだねだったららもう顔を見てから、うん 電話でもいいじゃん電話で顔見ながら飲めばいいんじゃないかなって思うしね意外と楽しいよ私一回やったことあるんだけどあ本当？あいいね内地にいる友達と一緒にこの時間につまみと飲み物用意して電話かけるからねまあまあ飲んで1時間2時間ぐらいはねなんか普通だったらやらないけどこういう時だからこそんかやろうってなってみんなでね顔はしてネット上で楽しそうだけどね マダイさん、はい、大丈夫って言ってる人は責任取れないからアファーする、うん、離島に来ている観光客にはマジと神経を疑いますうんそうなのよだから今さだってなんかさすずたちもさ一応言いたくないさ来ないでって言いたくないよ言いたくないから自分たちで考えてやってほしいんだけど<ー>もう来ないでって言わないとさ結局もう。 みんながみんなそうじゃないと思うんだけど離島に来てる、うん、観光に来てる県外の方の言い分としては、うん、もう離島の方が安全だしえそうなのまあ感染者が少ない、まあ、いないのかな<ー>今のところはね、うん、いないから安全で遊べるからなるほど、ね、こっちに来ましたみたいなこと言ってるけどそうなんだってじゃああなたはこのウイルスを持ってないって。 確実に言えるのかともしかして、うん、あなたが島に菌を持ち込んでる可能性だってあるのよって、うん、そうだよねなんか症状がないだけでそうそうそう今このちゃんせっかく守られてる島離島なのに、うん、あなたが菌持ってきてるって考えたらゾッとしないっ<え>て。ね関 設備整ってないから、ね、確かにね確かにだからあの離島の人も行ってたけど、うん、来られても困るわけよ感染した時になぜなら対応する器具がないからそこ、うん、全滅だよねだしなんか結局今来ても多分楽しめないと思うわけよビクビクどっちみちお店もね閉まってるとこもあったりするだろうしその強行突破すする気力すごいよな、うん、なんかやっぱりさこの空港とか電車が一番いい、うん 怖いさね。でもその危機をくぐってわざわざく来るのと思って。<laughs> こ<れ> <laughs> そこに来るまでに怖くないみたいな。コロナの危険をいろいろくぐってきたの、<laughs> お前みたいな。<laughs> いや怖いよ。ね空港も飛行機もね換気できないから。ルパンさん、うん、那覇空港で働いてるので怖いですと。あいうそうなんだ。そっか怖いな。怖い怖い。だから。 ナハ空港っていろんな国の人もいるじゃないいろんな県の方もいらっしゃるじゃない、うん、もう怖いけどできる限りも近づかないとかしかできないもんね消毒するとかう,う,うがいするとかあ,<ー>あとなんか共通のものに触らないとか私今エスカレーターとかも、うん、あのエスカレーターさ、うん、今まで手すりつかまえないとか怖くて登れなかったんだけど、うん、触りたくな確かにすずももうエレベーターとか肘で押してるもん、うん、<laughs> あの指で押したくないから肘で <laughs>。 ボタンとかねもう怖いからそうまあ袖とかハンカチとか持ってそこで押しちゃえばいいような気もするからでも家出たらスマホも壊れるかもしれんけど一応除菌スプレーめっちゃかけてるよかけて拭いてるスマートフォンもそうそういっぱい菌があるって言われるからやばいってよスマホもメルボルンリーダーさん かなりリスクしょっていくのに滞在先でもいいように思われないなら行かない方がましうん、ね、そうなんだよなそうなんだよだからあとはさ、うん、7日から緊急え緊急なんかロックダウンみたいなのやるじゃんあはい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 なんだったの正式名称忘れちゃったけどうんこ<れ>緊急宣言 <laughs> なんか足りないわけ <laughs> <laughs> なんかあるよね緊急警告宣言みたいな、うん、なんだったかなあ、緊急事態宣言かあ<ー>それをやって出れないようにロックダウンみたいなするさ、うん、それで慌ててこの宣言される前にあ、田舎帰ろうっていう人がいっぱい出てこないから怖いあ怖い怖い,怖い金持ったまま田舎にいろんなところに行ったら怖くない確かにねなんかもうじっとしてるだけ でいいってそう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 おっ一回待って一回待ってって <laughs> 意味わかってるって広げないようにするための措置だよってうんねえ帰れなくなるかもしれないから早く帰らんとじゃないわけよ、うん、一回ステイまでだからさ「待って待って待って」待っ,て待っ,て待っ,てってなっちゃう一応わかるんだよ いつまでロックダウンするかも分からんし、はい、怖いしねまた。いつ帰れなくなるかもわからないんだ。わからないっていう不安はあるかもしれんけど。でもいつかは絶対帰ってこれるからね。そうそうだし自分の大切な人、親とかをさ、ま、そうそう守りたいんだったらちょっと待っといて。ね、本当ごめんだけど。うん。ちょっとマジでごめんだけど。怖いよ。ああ<ー>。うん。あ緊急事態宣言されても外出禁止ではないんだよ。ええー、そうなんだ。ああそっ不思議な宣言だな。本当に宣言するだけなんかな。 <laughs> あ自己判断みたいな今やばい状況って宣言するだけ <laughs> どんな国うわねなんかもう,もうすずも諦めてるんだよな自分だけ一応もうちゃんとやっとこう,う,もう他人はもうね他人のこと言ってもどうせ機関か,からな機関よもう諦めてるもう他の国では外出したら罰金とかあるのにさだからよねなんか 外出してる人めっちゃお尻叩かれてたんだけどなんか棒みたいなのでこの国。外出したらケツ叩かれるっていう法律が何ケなんか腕立て伏せされたりとかすごいなしてたよ武闘派,派,派うんアングルやったらいいよと思って <laughs> だから法律で縛らない限りは日本人あっちゃあっちゃするんじゃないですかだからさ ねえ意外と家も楽しいけどなあ,あ楽しいよだから楽しいよ私家大好き人間だから、うん、昨日もさなんか居酒屋ごっことかしてたよあいいね旦那にあの、うん、居酒屋のメニュー作ってさ「うん、何食べます?」っつって <laughs> <laughs> あめっちゃ楽しそう <laughs>、うん、普通に家楽しかっただからなんか、うん、不安な ところいっぱいあると思うけど、うん、まず今この状況をどういうふうに安全で楽しく過ごすかっていう考え方でね,そうねシフトしていったらねいいのかなって思うんだけどね。さん それで政府は政府で何の保証もしないで自治体に休校要請をしたから混乱招くしするならきちんと保証しますって宣言すれば混乱なんてなかったかもそうだね、うん、何の宣言もないまま休校でしてくださいとか言われてもね,ね<ー>じゃあ生活どうするんだっていう話にるから政府の人とかがあのニュースとか見た方がみんなの気持ちわかりそうじゃない、うん、見てなさそうさ何をもってこの2人対応してるのか <laughs> だからそうなのちょっとわかるめっちゃ空回りしてるよねなんかね。うん はいまあ、まあ皆さんいろんな意見あると思いますけども、うん、まあくまでも我々の意見ってだけなのでそ、ね、そそうそうそう、うんはい、皆さ、ね、んもいろいろできることやってだから自分たちがさ安全にさ、うん、これからも楽しく過ごせるように今何だすべきか,、うん、かも。本当に考えていこうね。うん、じゃ o r i オリジン o u r オリジンチャンプルーは」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア。 沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも YouTube、YouStream から動くオリジンメンバーもチェックしてね ます月曜オリジンアワーでございますはいよろしくお願いしますメッセージたくさん来てますよありがたい鈴崎ハイサイ神奈川のノーミーハートです。なり。どうもありがとうございますまずはオリジンアワーへのお引越しおめでとうございますオリアワーで鈴崎を聞けるのは嬉しいけどオリアワーのアプリでメールを送るときつい月曜オリちゃんを選んじゃいそうああ。読めるかなことぶきパンチかっこは間違って届いたときねところで ニュース原稿を読むチャレンジをやっていたけど、うん、そしたらこれ読めるか試してみてねーと、うん、おセリフが書かれてますよ。<お>どうちゃんと読めたあさも。ではオリアンを放送を読んだあちばりをどうもどうもと来てますよニュース原稿っぽいのが。じゃあまず私がチャレンジしてみようかな。うん、行きますよ、えー 生っ粋の実着っ子が公安にいるサーキーに会いに行こうと思ったら頭の誤作動を発揮してしまってなぜかほほあこれなんだったっけなぜかほもと前里に不稚着してしまったとさ今度は佐渡に発信しないようにちゃんとノートに記帳しとかないとね。あーもうねサーキーがこれだったら読めんな <laughs> 私はララココイイ嘘でしょ あちょっと悔しいな読めそうだったけどな読めそうだったけどじゃあこのマイクに向かってどっからあえーえー、もう読めないんだけど最初から早くね、はい、んさっき読んでたの聞いてたんだけどなせっせいのなんかさっき言ってたよねせっせいのせっせいの実着子がしょうしょうワンにいる サーキーに会いに行こうと思ったら、ん？頭の誤作動をは発掘してしまって、なぜか何 <laughs> これ、ほほほ,ほえぞうと前座に封じ着してしまったとさ、今度はさ 砂糖に発信しないようにちゃんとノートに記録しとかないとね <laughs> すげえなほぼほぼ間違ってない <laughs> あ、瓶か ビンか、これなんだっけ、ビンじゃなかったかなと思って、ビンだビンだ。だはいはいはい、なんかあるよね、沖縄のなんかね。喫水の実釈子が公安にいるサーキーに会いに行こうと思ったら、頭の誤作動を発揮してしまって、なぜかビンと前里に前座に不時着してしまったとさ。今度はサドに発信しない。これサドでいいのかな。うーん。わからん。当たってる当たってる。ああ危ない危ない。サド。サドで当たってる。今度はサドに発信しないように <laughs> ちゃんとノートに記帳しておかないとね。 まああれ以外は読めたな瓶以外は読めたな泣いちゃーに奈良湾系って書かれてる芝居たらこさんが瓶の読み方を教えてくれた、ね、あそうなんだこれ文章とかもね見せながらの方が分かりやすかったかな、ね、あ確かにねうんそうですずんね 読めてましたよ読めてたよ当たってる当たってお前が正解だからよかったよかった甘やかしていくからダメなんだろうなえこちら祖父ユンぬさんありがとうございますありがとうございますすずさんさあげさんこんばんはこんばんはこんんばは。お引っ越しは無事終わりましたでしょうか私もつい先日思い出の詰まったマンションから今の新居に引っ越しをしましたおお。広いけど家賃高いよーシャボーンシャボーンあわわわわちょっと待って何そのギャグ <laughs> <laughs> え矢印アワーなだけにってきてる <laughs> なるほどね PS これからの月曜オリジンアワーとこれからも二人の放送を楽しみにしておりますありがとうございますありがとうございますそんな私は豚っ鼻を直すべく笑うときは下を向くようにしていきます <laughs> 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 そしてお二人の上を向いたニコニコ笑顔を楽しみにしながら引っ越しお祝いのお便りとさせていただきますピョーンとありがとうございますありいま祖父さんは無事に引っ越し終わってあら でも家賃が高くてシャボンあわわわわとやってるわけですねだいぶ変わるのかな前のところと家賃ねぇどうだろうだって急に二三万上がったりとかしてるもうちょっときついねいやちょっとじゃないよだいぶきついよでもそっか広いところに引っ越したってことあれなのかな家族が増えたとかねそういう方なのかなねぇまあ綺麗なとこなんでしょうねうれもしねんあと別に豚パラ直さなくても チャームポイントですからねあとね下向くようにしてますもんなんか <laughs> でも可愛いよねなんで下向いて笑ってんのだからよっっっ豚っぱなだわけよって,言われてちょっとキュンとくるかもね <laughs> 可愛いな気にしてる出してっていい <laughs> 差別にって言いたくなるね <laughs> はい私たちも無事にお引越しを終えましてはい 今に至るわけなんですけども、うん、ただちょっとねオリジンアワーってどんな感じで喋ればいいのかなって分からんから,からオリジンチャンプルと変わらないテンションで喋らせていただいてもらってますだねだ、うん、<laughs> こちらすずさーきこんにちは、うん、パンツ買ったよ N ジャージですあ <laughs> <laughs> まずは報告ありがとうございますねえだからこパンツ買ったよって言うぐらいだったら写真も載せなさいそうよ色押なさいよ見,見たいんだからこっちはこの前行ってた明太子の山屋に行ってきましたお食事スペースもあってその日は白身フライがランチでした、うん、で明太子と高菜が食べ放題でしたよえっうらましい 明太子は沖縄の飼育アサーとえ中高のお酒が使われているようです<ー>めっちゃ美味しかった美味しそうえー本当に羨ましい飼育アサかえー美味しそう明太子大好きなのよ大好きなの<ー>好きなの本当に <laughs> ねえなんか漁船系好きよね大好き明太子とかイクラとかもうホタテとか大好きー飼育アサー初めて聞いたな明太子と鷹の食べ放題ってことお米もなのかな ああねお米はいっぱいまでとかだったらちょっとしんどくない <laughs> <に>こんなにご飯の音も食べる、ね、<laughs> <laughs> わーでもめっちゃいいね <laughs> いいな山やか福岡ですよね確か福岡のお店ですよねでした、うん、沖縄にもできてくれんかな沖縄の人も明太子好きな人いっぱいいるから絶対喜ばれると思うけど、うん、ね。 あ,あ、でも沖縄山屋って出てきたからもしかしたらあるのかなえ、えいやそれだったらちょっとあ、沖縄山屋あ沖縄じゃんあ、あ沖縄にあるのえっとね浦添の、うん、えっと、ね、サンエイパルコシチのフードコートには山屋直営の山屋食堂がありますがえ,え、沖縄独自の県産明太子として売り出しています<ー>え、え <laughs> あ、じゃあ待って N ジャージさんが喋ってくれたことって裏添えのパルコシチーっての話ってことね<え>パルコシティーえ待って超行きたいんだけどあけー高菜と明太子食べ放題でしょやばいねえー、値段とか書かれてないなめっちゃ食べたいんですけどマジで <laughs> あえっとね、うん 沖縄山屋の日替わり明太唐揚げ定食千円はぁ、あ、唐揚げこれが明太子と高が食べ放題ふ、うんはいはいどうぞどうぞはい、はい、な,なに何ですかよいしょはい大城熊さんどうもあのー FM らはの大城熊ですはいお願いします僕は明太子おじさんなので、はい、<laughs> そうなんだ <laughs> 初めて聞いた、はい、<ー>常に明太子のことを考えているんです <laughs> そんなに 初知り嫁が聞いたらどんな気持ちになるんだろうですね福岡なのでねあそうか嫁さんもそうかこの山屋っていう明太子のあの会社があって今出たのはパルコでしたっけそうですね、浦パルコにできた山屋はその山屋福岡の山屋がやってる直営店みたいな感じなんですよで明太子もあるんですけど食べ放題とかではないんですね ええ、なるほど。まあ、ちょこっとついてくるよみたいな。なるほど、なるほど。なんですけれども、な,どはい、なんとこの山屋がですね、うん、あの。えっと、独立して、あの一応山屋の看板を使って、沖縄で。やっていいよっていうことを、うん、昨年の秋ぐらい、<ー>な、秋ぐらいだったかな、なかニュースにそうなりまして。のれんわけみたいな感じ、ね。あ、でも、そののれんわけ、あの、はいはい、経営は別なんだけど、一応この山屋。 のブランドとして使っていい,いいよっていうことになったので、んなんとこれがあの。富城のですね、中高酒造があるところの、同じ工場内にその山屋の明太子が。はい、の、まあ製造所と、食堂みたいなのもできたんですけど。えー、なんとここは千、千円ぐらいだったかな、で明太子食べ放題なんです、ねおー。すげえ。早速行ってまいりました。あ、行ったんですか。ええ。こうどうでしたか。美味しかったですね。これ。 やっぱそうですよね。えー、で、また、ちょっと、このご時世柄というかね、人があんまりいないので。はいはい、<laughs> まあ、あの、良くも悪くも、うん、あの、気兼ねなく食べれると言いますかリラックスして。そう、そう、なので。 あまり人もいらっしゃらないし今行けば逆に言うとちょっと応援にもなるかもしれないので気になった方は店内見て入ってみるのもいいんじゃないでしょうかありがとうございますすごい私も明太子おばさんなんで本当にスーパーで買っては食べ買っては食べなんなら食べるのもったいなくてだめにしちゃうタイプなんですよ。 これが気にしないいで思いっきり食べらです食べ放題ってみんなが気にしてるんですコメントにもあるんですけど、うん、お米も食べ放題なんかっていう、うん、えっとねお米は大盛りにすることができます、はい、でもちろん大盛りにしたんですけど、はい、あのまあまあ大盛りなので、はい、えっと多分これで大丈夫だと思います、うん、もっと食べたいという方は多分いくらか例えば100円とか200円ぐらいでおかわりできる。 まあまあまあ十分この明太子食べ放題に合うぐらいの量はご飯ちょっとなしかないなみたいなそんなケチな感じではなかったのではい、はい、私申し訳ございませんま本当にライスはめっちゃ少なくてライスだけ追加料金かかるみたいな手法なのかなと思って,しまって <laughs> そうそうではなかったありがとうございます実際に行かれた方の貴重なお声いただきました、はいね、さらに行きたくなりましたねあじゃあに 箇所あるってことかなパルコシティの方は直営店だけど食べ放題ではなくて、うんうん、あの中高酒造の中は食べ放題で、うん、1,000円で食べられるはあ<ー><ー>食べ放題じゃもうめっちゃ好きだわけ海鮮系の食べ放題、うん、最高でしかないありがとうって思うもいつも <laughs> わあ明太子に埋もれて死にたいぐらいだからねマジで。<laughs> 気持ち悪い夢持ってるわけああいいね香ばしく香ばしく味付けされて死にそうだな <laughs> うわあでもえー、そうなんだ知らなかったねメルボールリーダーさん「今うちの冷蔵庫にあるから食べ放題よ」ーわあいいね家で食べ放題めっちゃいいねあマジで私ちょっと帰り明太子買って帰ろうかな,いいんじゃないちょっとねもう多めに買っちゃってそう夜は食べないけどちょっと食べたくなってきたねえ わーでも明太子さーでもやっぱり塩分強いから食べ過ぎたらねちょっとむくむっていうところもあってそうなんだっていうのも私明日生放送でちょっとテレビ出るんですようん、あそうだったね十字ーまで十字ーまで待てないうこれ告口で出させていただくんではいはいはいあのお方たちのあのお方久しぶりに姉さん方に会うからどんなかなだからちょっといっぱい朝ごはん食べていこうかなと思うけどなるほどね体力つけてさでも確かかにね、あのテレビめっちゃ 顔く映るよねただでさえこうまん丸なのにさ光もあってまん丸でプラスむくんだらアンパンマンみたいになるからさじゃあ明日のご褒美かな明太子そうだねちょっとしょっぱいのは食べすぎたら年齢的にツーの風がねそうよツーの風やっぱ魚卵系はねそういうのもあるのねちょっと気にしながらプリン体みたいな。 かわ若いうちに食っとこうかなっても思ってるんだけど確かにそうよ20代のうちにそう何の告知って来てますけどあのオリジンライブの告知で出させていただきますオリジンライブの告知で今のところやる状況にあるんですけどちょっとねまだ分かんないからねなんか SNS でねみんなが<う>あのやると思うから見てた方がいいねもうぜひ見てほしい、うん、本当にここら辺はね、うん、よろしくお願いいたしますはいはい、ではこちらうん 佐々木さんすずかさきとのお二人6時代昇格おめでとうございますありがとうございます,います昇格というか、ね、ちょっとお引越し,したし、ね、っていう感じですかね、うん、今はコロナの影響で世の中嫌な感じですが、うん、たくさん笑ってコロナ吹き飛ばしたいです、うん、コロナといえばしばらく飲みに遊びにも行けず、うん、ラムコークは恋しいです買いに行くかなとはいえ、うん、翌日休みの日しか飲みませんが コロナコロナコークってやややがラムコーク飲むンケーやあっさ拾え次の日休みでも飲むアンケーや連休の真ん中でもラムコーク飲むアンケイやわあっさ当えでも今はちょっと我慢してるみたいですよ えー、オープニングトークで肩に力入ったと話していましたが、さき、うん、さん、すずさん読みたんでの放送月曜トオちゃんと経験しているので、オリジンアワーだからと肩に力を入れずリラックスして頑張ってください。うん、鈴川さきとらしく放送していけばとありがとうございます。ありがとうございます。ます <laughs> コロナコウクまあある意味ある意味ね。あのオリアワー初ラムコークだから。<laughs> ちょっと緊張しちゃって <laughs> <laughs> こっちにも送ってくれるんだって嬉しさがさマーブルしてさ <laughs> <laughs> ねえちょっとね今我慢しないといけないこともたくさんありますね,<ー>ね飲みにも行けないけだからあの家でリキュール買って <ねー S 1> 飲んだらいいさうん,うんもうすずも本当に。 もうむしろ外に出るのがめんどくさいタイプっていうかそうなのよ家が好きだからな全然害はないそんなにそうだしかもなんか家で飲むののいいことってさ、うん、好きなもん食えるし、うん、好きなタイミングで寝れるっていうのがあるからさそうよもうベッドすぐそばみたいな、ね、そ,うそ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 う,そ,う,そ,う,そ,うそれがめっちゃいいよだ私お風呂上がりに、うん、もうすっぴん化粧物として化粧水もつけていつも寝れるっていう状況で飲むビールほど美味しいもんないと思うけどえええええからえ 祝福や。祝福。うん、祝福かな。祝福や。<laughs> で、私、今、お祝いされたんだろう。祝福だ。<laughs> 大丈夫かな。<laughs> この後のニュース原稿読むやつ、大丈夫かな。え <laughs>、こちら。はい。えー、カーボンギアさん。ありがとうございます。はい、ますこんにちは、さきちゃん、すずちゃん、ありがとうございます。すず、はい、の水曜日オリジンアワー聞いてましたよ。お<ー>と ひびちゃんが一生懸命回して、うん、ケイジャージさんが自由にやらかして、うん、スーズが時々笑って、<laughs> 番組が終わったらケイジャージさんが帰りにスーズを家まで車で家まで送ってましたね。そう。放送が楽しかった記憶はありますか。うん、今はそれ以外思い出させま思い出せません。うん、スーズさんあの頃は学生でしたっけ。そうです。バリバリの高校生だったもんね。ねだから毎日毎週あでも 稽古は毎日あったからバスでね、うん、来てましたよ。そうだな。私も覚えてなんか水曜オリジンアは笑った記憶はあるけど内容全然覚えてないんだよな。スズも覚えてない。唯一覚えてるのがすず、うん、が水曜オリジンアは加入してすぐぐらいに、うん、当時あの曲が修理の方にあったから修理、ね、城祭りのレポートに行こうみたいなあった。すずが外に飛び出して。うん なんかいろんな人に話し聞こうみたいな流れだったんだけどあったねそれそうそう全然このインタビューがち <laughs> んぷ、うんか<当>、うんぷんでもう全然覚えていったのは覚えてるんだけど、うん、でそれでなんかもうねそのまた生かされたわけよ普通の日に <laughs> 生かされたってな <laughs> 生かされたわけよ <laughs> 番組のために行ったわけね、うん、みんながねなんかあこいつそういうのもできるやっしみたいになってで 誰ももいいないわけよもう平日だから、うん、で普通にマイク持ってとぼとぼ歩いてて、うん、でも「誰もいないですね」ってなって「<laughs> じゃあおっきい声でとりあえずうんこって言ってもらってい,いって言われてなんかそうなの流れあったかもそうとかはやった覚えはあるなんかそうだなうんこって言わされてた覚えあるな <laughs> もうめっちゃおっきい声でよ <laughs> って今考えたらこのなんだろうな こういう内容だからカーボンギアさん忘れてるんじゃないかこれ記憶にとどめなくてもいいやつだって確かにもっと他にねそうそうそうもっと他に覚えて得するものもあるから無駄なものに容量は使わない方がいいって判断したんでしょ多分懐かしいです懐かしいねでも嬉しいねこういう風にスーズが出てたの聞いたよって聞いてたよって言ってくれるのはね皆さんいいですね今後ともさよろしくお願いしますね本当にでは一旦 CM いきましょうはい CM です ただいま「オリジンアワーオリジンチャンプルー」は平日午後5時から7時まで毎日オンエア沖気通りのスタジオ観覧も大歓迎「ツイキャス」「ポッドキャスティング」ならいつでもどこでも YouTube ユーストリームから動くオリジンメンバーもチェックしてね「何かを待つかのよう やってておりまますす月曜オリジンアワーでございます、はいああ、ま、たマンダーしし懐かしい話してるな<何>元代さんがゲストに来て、うん、元代さんのダークボンバーを叫んだのと、うん、元代さんのダークディフェンスのガードに、うん、スずズーさんが元代さんに恐る恐る蹴りをかましたのは面白かったですと<は>元代さんねナインボールのツッコミの元代さん、うんうん、だいぶ前にオリジンにいらっしゃった方ですけど覚えてるえ覚えてない元代さんだいぶ上の人だけどあんたが蹴りかましたってよ もとよさんにうんえ全然覚えてないオリジンアワーのノリだと思うけどえぇ、ー、覚えてないですか覚えてないもとよさんのことはちなみに覚えて覚えてるよ <laughs> いギリギリだな <laughs> ギリギリだなえっ、ー、そんなことあったっけいやでもダイさんが覚えてるってことは確実にあったことじゃないですかえそうなんだうん<ー>はあ<ー>。やっぱみんなはね当時の衝撃的なことは覚えてると思うし、うん、スーザスーザで嫌だったから忘れてるて <laughs> でもあのナインボールさん、うん、あのね ちょっとかぶってたじゃんはいはいあの二人はちょっと絡みづらかったのは覚えてるオリジン時代もとよさん絡みづらかったな絡みづらいこわからんことで怒られてたからねえサーキもねなんかなんだったあの稽古でさやっぱ声ちっちゃかったら怒られるから大きい声で喋ったりとかネタやったりとかしたらさ言われるからね言われるからそういう指導だからさそのもとやさんにだから声でかい女は嫌いなんだって急に何と思って

<laughs> うわあ絡みづらい絡みづらかったね、えー、そうなのよーそういう思い出言い間となっていい思い出ですねねえもうおかしな先輩ですしでも全然なんあ覚えてないななんかそのお二人のこと <laughs> <laughs> 相当嫌だったのかなじ <laughs> ゃなんかよく本代さん VS 岸本さんみたいなダメ人間ねやってたじゃんんでそう言われてたんだっけって思うぐらいなんかあった もとよりさんって、なんかそういうところあったっけ。だから、それさ。私のさ。あ、なんか理不尽ってこと。理不尽。とか。 あとはラジオ番組生放送にパチンコやって遅れたとかああだったそうそうそうんかしっかりしてるイメージだった遅刻した理由が弁当作ってたからとかよく分かんない理由で遅刻したりとかね変わった人でねしっかりしてるようには見えるけど根元の部分でちょっとだめなところがあったんかなって思ったけどなるほどコメントにもありますけどさあ YSP 違うと思うけど私言われたの覚えてるってだけで実際はボケだったかもしれない ね、そうね,ね。はい、こちらえはい、えーはい、さいとめです。うん、とうとう沖縄でもえー、まえー、市中感染になりましたね。街中<ー>感染になりました。今日もイオンハイバルが臨時休業になったし、牧師公設市場も2週間休業になったよね。うん、今日の新聞の一面に県外来県外来県自粛要請の記事がありました。うん、どうなるのでしょうかね。うん、この島国で止めるのは知事がこれと決めればできるよ。 もうさあマスクをつけてるのはいいけど正しく使用しているのはどれぐらいいるのかな、うん、愛知県のパブで感染した人はそば、うん、についていない人ではなく、うん、感染者が寝ていたソファーで化粧をしていた人が COVID19 に感染したからね、まあ、コロナですねだから化粧する前も手洗いをしてから化粧するようにした方がいいよ鈴、うん、もバイト先で顔を触らないように目からうつるからね、うん、もう他人事ではなくなったから気をつけてよーと。ほんとね やっぱ粘膜感染なのかうんだからなんかすずもやっぱお菓子とか好きだから、うんうん なんかねドライブしながらとか車の中で食べたりするわけよ。そううだなもうさ分かるお菓子ってさ、うん、食べた後の最後の指が一番美味おいしいわけ。ああまあ染みついてるというかそうお菓子のパウダーがね <laughs> そうそうそう <laughs> もうあの楽しみももう,もう我慢してるよちゃんともう舐めたいんだけどもう怖いから一応もうもう自分が何触ってるか分かんないからさ <laughs> あれが一番楽しみなのに <laughs> もうコロナここまで影響きてんの <laughs> スーツの楽しみを奪うっていう、ね、本当によとのは。 食べたりしてるあーだからねお箸で食べるのもいいよね<う>、まあ、結局一番安全かもな直接触って食べないっていうのがねポテチも指ペロダメなんだそっか気をつけようとそうよダメよ <laughs> スーズが赤ちゃんからちょっと成長した封じになってるな <laughs> 指チュッチュ <laughs> コロナまあ、ある意味コロナのおかげでね, <laughs> ね<え>スーズが成長し指チュッチュしなくなったいうまさかのねコロナで成長するって <laughs> みんな困ってる中子供が成長するタイミング <laughs> きっかけって分からんもんだな分からんもんだね,<ー>ね急にこうやってねやらなくなったりするからああじゃあ次漢字読めるきっかけは何が流行った時に漢字が読めるのかななん <laughs> でしょうねなんか病気の名が <laughs> 漢字になったら読めるようになるかもね <laughs> コ,コロナって <laughs> 漢字になったら <laughs> <laughs> そうだなちょっとニュースもね、うん、チェックしないといけなくなるしね鈴鹿、うん、サーキットサーキーママさんとスーズちゃんサーキ…うん、スズちゃんサーキットちゃん <laughs> あと1人誰だ <laughs> 3人組になってるぞ <laughs> こんばんは、うん、お疲れ様です。お笑いカレー大好きわらばです。ありがとうございます。鈴鹿サーキットちゃんアサーキーママさんアンドちゃん、新月曜オリジンアワー様、うん、昇格おめでとうございます。はい。これからも毎週新月曜鈴鹿サーキット様のオリジンアワー様視聴アンドツイします <laughs>。これからもよろしくお願いします。<laughs> はい、鈴崎様、これからもコロナウイルスにお気をつけて、新月曜オリジンアワー様。放送頑張ってください。いいのよ様をつけなくて。<laughs> むしろさまつけてることによってなんかもやもやするぞ <laughs> <laughs> あ,ありがとうございますですけどねこういうふうにね大切に扱ってくれてね, <laughs> ねありがとうございますありがとうございますいや、うん、わらばあさんもね <laughs> 気をつけましょうね <laughs> そうですねああ、これからもよろしくお願いします、うんうん、じゃあ時間もちょっとギリギリになっちゃったけどすぐ行ってみようか、うん、あ、行きます ニュースのコーナー、さすずには今から、はい、<laughs> ニュース原稿を <laughs> 読んでいただきたいと思います。さすずニュース読めたらいいんだけどね。ね<え>じゃあこっち来なさい。どれですかどれですか。れすかこれこれ。おお、いいよ。これね。<laughs> まあまあ長い記事だけどね。 すず、ねまあ、が読んだ記事を私が私の読解力を見せつけてやりますわはいじゃあ<し>頑張りますねじゃあもうちゃんとうん次のニュースですからはいこそれでは次のニュースです <laughs> もう怪しいな <laughs> ニューヨークシティファイヤーミュージムミュ,ミュージム <laughs> マイク近づいてよ、はい時代は第 二次世界大戦に遡るアメリカ・ニューヨーク州ブルックリンのヒックス・ストーリーにある203消防文章にはニップという消防犬がいた<ー>1935年2月2日 2>、うん、ニップは8度目になる。 えー、英雄的な旧旧旧助活動待ってよこれ何て読んだっけ <laughs> 英雄的な旧助活動旧助活動をやってのけた <laughs> その時 NIP は12歳 <laughs> <うん S 1> 6年間にわたり消防団とともに経験を積んできた <laughs> でベテラン兼だがんなんだこれはん何これただ ただ苦手なのが猫だっただが困っている猫がそこにいるのならニックは命がけでうんーなんだっけこれ久助に当たるまだ燃えている建物の中に突入し 1, 1匹の子猫を口にくわえて運び出し消防署と、と、ちょん、ん消防署に、 話すとまた建物の中に戻っていきお<う>さらにもう一匹の子猫を救い出したのだお<う>かっこまだ燃えているたか火災現場に突入していった消防犬突 <laughs> 突入が突入がにななっってんだよな <laughs> さっきから聞いてるら消防士のシェンカとカールトンとともに <laughs> ほとんどの 活動を行っていたニップはこの日いつもの猫嫌いをな、うんだこれけん引して自分の職職務にを果たしたお<ー>自分が持つスキルをすべてねえかけ,かけしして <laughs> 火災現場の ビル内を<お>今のところ久助とケシという謎の人物が来てるんだけど <laughs> 作そう作作、検索し、か火事場に火事場に取り残されていた2匹の子猫を救い出したのだが当時の報道によると金曜の夜、203文章はユニオンストリート161にある3階建ての、うん。 レンガビルから火災用用書に出勤出動した。<laughs> このビルの1階は防文文文あれ？<ン> <laughs> ユーチューバーか？文具やヒカキンブンブン言ってるけど <laughs> 入っていて上の階はアパートになっていた。この建物はブルックリンブルックリン ク,リンクイーンズ高速道路が建設された時に取り壊された、うん、消防隊が到着した時近所の人の話によるとアパートの住民は全員無事に逃げて 建物の中には誰もいないということでした。<ー>いかがですかこのお話。そうですね。ね<え>途中で出てきた久助さんがすごく気になったんですけど。<laughs> そうですね。久助 <laughs> <laughs>、ね、さんがね。これはなんですか。久助さんが猫ちゃんを助けたっていうお話ですか。そういやあの犬がですねその久助をして、うん。<laughs> 助かったという話ですね。犬が救出をしたっていうのは同級状況が一度お伺いしても。あ、わからない。そうですね申し訳ないちょっと知識不足で。はい。あのですねなんかあの助けるということですね。あ助け出したということですね。救助とはまた違うやつですか救出って。救助とも言うかもしれない。もしかしたらね私なりに言うと救出でしたんですけれども。 あしんどいなー押し目で以上ニュースで知っていえ <laughs> それでは以上ニュースでしたありがとうございますねいかがでしたでしょうかねいや困惑だ <laughs> なんだよ急助急助って後人になんかわかんないやつ出てきたんだよなだからさこんなってう急に読めなくなるわけよ急に読めなくなる急助ねはいはいって感じだから <laughs> <laughs> あそっか急助だったねあーっていうことで怖い <laughs> 上からなば <laughs> はぁ、あ、ー、もー、きゅうすけかっこいいなとかきゅうすけさん、ちょいと助けておくんなせーとかい,て <laughs> いい話でしたけどしのすけ、ちょめのすけ、きゅうすけなんかただしみたいなやついなかったただしなんか なんか日本人みたいな目ついなかったかでもまあまあなんか読めなかったんだよなまあまあとかじゃないわけよ <laughs> ひらがなでさえ読めてなかった感じするもんなまあ、まあ、<laughs> 確かに難しい漢字はいっぱいあるねでしょうん、うん、最初らへんでも心折れてる感じはしてん <laughs> <ー>最初のね英語かああ<ー><て>これね これなんて、え、は、え、いはい、とニューヨークのみとか、みたいなこれは <laughs>、これ読めそうだけどね、スーズな<何>ニューヨークシティファイアーミュージアムあ、ミュージアムかうん、消防署じゃないあ、そうなんだうんうんまあ、今となってはこれが分かったからって漢字が読めてたわけじゃないんだけどね <laughs> はいね、消防署のね 犬のお話でしたね。また来週の月曜日のオリジンアワーでお会いしましょう。<laughs> さようなら。はーいさようなら。ちょっと読めておいたよ。上手だったよ。でしょ？うん。うん